ニコニコ遊びたい。イエーイ。始めましょう。ぜぜぜぜぜ。今日はなんとこれには誰にも負けないぜシリーズの店長バージョンをやっていこう。絶対に勝てるっていうのは何ですか？ドラゴンボールの知識なら、うん、あなたたち3人には絶対に勝ちます。木も得意だったんですけどね、実は。せーの、ボスニア・ヘルツェゴビナです。やだ、やだ、やった。すいません、その黒歴史掘ります。あったね。ちょっとキングになっちゃってるんですけど。あ、そうだったね。もう勝ちましょう。絶対絶対勝つ。絶対勝つ。ちょっとやばいよね。ここ3人いるんで、うん、そうそうそう。なので国民的アニメ、うん、そうですね、わかる項目があるはず、はいはい、もうそっち正解したらもう2ポイントあります。マジで2ポイントあります。余裕です。ヒントなしでってこと？あ、もうヒントなしで。ヒントも、もうヒントとかないです。ないの？正解したら2ポイント。わかりました。僕もずっと1ポイントでいいです。5ポイント選手なんで、もう3問正解した。本当に全然いいの？全然いいっすよ。わかりました。5ポイント先に先制ってことなんでね、こっち倍の2ポイントもらえるらしいんで、3問正解したら私たちが勝ち。余裕ぶっこいてね、こう負けたら面白いですけどね。ちょっと頑張ろうや、ちょっと3人で、はい、頑張ります。第1問、はい、ゴテンとトランクスがフュージョンした時の名前は？わかる、多分。え、ちょっと待って、わかるわかるよね、結構簡単。書きました、書きました。大丈夫でーす。はい、じゃあ一斉にお願いします。せーの、ゴテンクス。問題が簡単ですぎると、ちょっと負ける可能性あるよね、これ。もう、じゃあ、もう2点だから。やばい、まあ、2対1です、ね、2対1だ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、失敗したかもしれんぞ。はい、いきます。次お願いします。はい、お願いします。でね、孫悟飯の技、ピッコロがナッパに殺された後に使った、劇場版のブローリー戦ではトランクスも使っていた技は何？長い。もうこれぐらいのレベルなんですね、私たち。ナッパって何？名前が出てない。ナッパってあのベジータの、ベジータと一緒に地球に来た方ですね。でもわかんないわ。わかんない。ツンツルテンの。ツンツルテン。ツンツルテン。ツンツルテン。もうこれしかわからない。これしかわからない。いいですね。はい、はい、ではお願いします。せーの、ドン。マセンコ。じゃないんですか？ピッコロから教えてもらったやつ。なんか魔線香、魔線香散歩みたいな。なんで？魔線香散歩みたいないですか？それ魔観光散歩。ちょっと今技の名前もう一回言ってください。魔線香散歩。薬剤の名前です。散歩。散歩。ありそうよね。喉に効くみたいな。いいね、いいね、いいね。新発売みたいな。次行きましょう、はい。フリーザーが最も信頼している特戦隊の隊長は？あー、わかりますか？なんこれ、ここであーってなるんだ。違ったらどうしよう。多分合ってると思う。で、これあったら2点ですから。そうです、そうです。今2対2ですよね。2対2。大丈夫です。はい、お願いします。せーの、ギニュー。ギニュー。わー、すごい。ちょっとマジですごい、聞いたことない。ちょっと2ポイントとか言っちゃって自分がちょっとやばいやばい。次カッコ台なら勝てんで、もう勝ちですよ。本当だ。いきます。ルール失敗したか。続いて、はい、ドラゴンボールの世界で使われている世界共通通貨は？知らない。
なんで縁じゃないよね。聞いたことある名前ですか。でもワンチャンあるかもしれない。ワンチャンある。ワンチャンある。わかる。なんか全然わかんない。わかる。知らない。全然知らない。耳にしたことある。いや俺はない、ね、もう漫画の中の。何。はい大丈夫。はいお願いします。せーの。ゼニー。ゼニー正解。なんか聞いたことあるかも。ゼニー。ゼニーってなんかないですね。ワンピースじゃなくて。いや大体あれですよ、天下一武道会で賞金がこう大体出る、うん、出るね。何百万ゼニー。はぁ懐かしい、ね、ミスターサタン。これで今4対4に並びます。リーチです。もう私たちが正解したら勝ち。勝ち。いや多分両方勝ったら勝ち。勝ったら勝ち。あ、5ポイント先生。何の拍手。何の拍手。もうえ、じゃあ難しい。じゃあいきます。はい、はい、天津飯が最初に使っためくらまし技は何。はは多分これやと思うんやけど。これ勝つんじゃないですか。そうなんですか。違うかもしれない。この名前聞いたことある。本当ですか。うん、はい、はい、いきます。お願いします。せーの。太陽系。これでも同率5点選手に一応なるので、はい、サドンデスが決まるから。これでちょっと店長が負けだとちょっとあまりにもなので。あ、そうか、今5-5なんですか。今5-6、厳密に言えばね。あ、そうか、そうか。でもまあ5点は僕全問正解中ですもんね。そうそうそう。だけどサドンデスにしましょう。はいはいはい、はい、ちょっと待って。ルーズに覚えてる。なかなかすごいよね、全然わかる。イエーイ。知ってますね。これうちのお父さんの影響です。へぇ、まなみパパ。まなみパパがよく見るんです。今なくなってるよ、パパ。どうなんだろう。はい、行きます。ご飯が引き抜いた海洋深海に伝わる伝説の剣は？うわーっしゃー。ちょっと待って。出てきそうで出てこない。頑張ってください。え、もう一回言ってください、問題文。ご飯が引き抜いた海洋深海に伝わる伝説の剣は？剣の名前。いやなんかね、最後はこれだと思うんだけど。うわ、わかりました。店長、うそー。あのうなずきがシルソリード。何これ。まあまあ、ワンチャンあります。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 それではお願いします。せーの。 Z ソード。 Z ソード。さすが、さすが店長。やったぜ。架空で作りましたもん。なん競争場の名前。競争場。悔しい。悔しい。頑張れば、頑張れば Z って出てきそうでしたね。うん、出てきそうだったね。うわ悔しい。出てきちゃったな。抜けないですね。店長がもう全問正解。やったぜ。で、店長の勝ちです。これで今僕2つの技を持ってるということでよろしいですかね。確かに、ね、国旗とそれこそありますね。何か王者奪還、奪還というか奪われたので国旗王は2冠すごい。これまたリベンジしていいですか。おお、国旗でリベンジする。リベンジしたい。リベンジしたい。もう対マンでいきます。今度対マンお二人でしょう。対マンで、ね、ちょっともちろんもう力になれんけんさ。いいでしょう。力になれんけん。休憩もう燃えてきました。そう、火つけられるんでいつもまだ燃えてないじゃないまだ燃え切ってない。燃え切ってない。まだあのまだちょっと着火したぐらい今つけたばっかり。つけたばっかり。あそうか。悔しいですね。ドラゴンボール。やったぜ。やな、私頑張ったよ。でも頑張ったね。頑張ったんだけどダメやったな。残念。まあ仕方ない。王者は力になれずに。いえいえ、ただ行っただけで。行っただけ。まあ私もだって前回国旗そんな感じやったしということで王者は大口店長でございました。さすがです。イエーイ。すごい。ちょっと続いてはね、じゃあキクちゃんの、はいはいはい、これだけは負けねえぜシリーズをねやっていこうと思いますので、うん、次回もどうぞご期待ください。以上、ドラゴンボール知識解決でした。バイバイ。